はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート136ですね。もう番外、まあスゴロクも番外かもうね、番外として商人を育ててという感じですね。さて、ルーラで飛んで、またレーンのところ、パルプンって、パルプンってしまくりましょうか。ダモンでこっちですね。さあ、もうすごろく終わったのでね、すんごい気が楽。さあ、もうあとは商人を、穴掘りのスキルができるまで行って穴掘りまくって、このシリーズ完結という感じにしたいですね。まあパート130超えましたね。途中、あ、これ超えないかもって思ってたんですけどね、神竜倒してね、正直ね思ってました。まさか神竜倒したらスゴロクがあるとは思ってませんでしたけど、というわけで、ここは同棲なので、バイキルトをね唱えて、中井さんにバイキルト唱えて、中井さんにね、であれしましょうか、正当的に行きましょうか。あ、立てないんだ、忘れてた中井さんヒットポイント11のマジックパワー13、大丈夫かな。不思議なボレロ使ってみますよ。あ、ブレスで死んじゃう。いやそらダメだあ、ブレス切ったら死んじゃうわ。いいとこまで引っ張るか。そうね、賢者使って、あ、ルカに入れよう。しまったね、これ敵悪かったわ。ボフバー入ってもダメだね。中子さん、もう一回使っとくか。中江さん攻撃だね。あー、ダメだね、生き返らそうかな。これ来たら終わりだねあー、これはどうなんだろう。これだからもうルカに入れちゃおう。で、中江さんね、これはダメだね。ちょっと今回はあれ無理だね。あ、倒しちゃったね。ごめんなさい。中江さんで、ザオリクでね、中井さんをね一回やらしました。申し訳ないですね、こんなとこ連れてきちゃって。あ、ちょっと待ってね、袋に立ててなかったかな。立てない、杖、バンド、服、鎧、衣、鎧、あ、帽子、指輪、あ、ないね、立てないんだね。あ、しまった、中尾さんいい盾持ってたんだ。あ、ないね、まあいっかちょっと盾ないとっていう気もするんだけど、もうそんなこと言ってらんないわね。まあ、とにかく、あ、よっしゃ、これでいこう。呪文でどうしよう、どうしようかな。ベギラゴン、ベギラゴンかな。ベギラゴンの中江さんパルプンで、中江さん防御ね、使うのはしばらく。あらー、寝ちゃったまあ、ある種パルプンで祭りだね。でピッといって、で呪文でベギラゴンで、あ、効かないかな、一匹は。あ、効いたね。あ、でも皆さんまだあれだね、
さあベギラゴン言っときましょうね。中井さん防御、まあ、食らったらダメだけどね、防御してもね。アメラゾーマにしとくべきだった。あ、これで上がるんじゃない。はい、中井さんレベル2になりましたよ。5の12。あ、マジック、あ、商人もマジックパワー上がるんだね。あ、よくよく考えたらスキル持ってるもんね。はいはい、抜け目がないでしたっけ。ガタベルトもう一個欲しかったね。あ、でもいいか別にね。あんまり上がんないね。いい感じで上がんないね。ああ、今回来たね。10まで行きましたよ。で、スキルは何があるんだろうね。なんか覚えたかな？ん？ちょっと待って。はい？はい。覚えないね。覚えてないね。まだまだいるのかな？道具賢者使って、中江さんどうしようかな。中江さん、あ、メラゾーマ使うか。そうだね、ちょっとめんどくさいもんね。あ、キラークラブ、あ、そうだねそうだね。中江さんどうしよう、道具使ってみようか。不思議なボレロなんかあんのかね。弱いもんね。弱く、あんな悪意があるスゴロクやったんだから、ちょっと何も起こんない。え、何、あ、それまで悪意があるのかな。一応、ああ、どう、今度は女神の指輪使ってみよう。はい、何もならなかった。何もならなかったかい。ちょっと待ってね。はい、中井さんね、中井さん爆発速感上がっていきますね。あ、あ、穴掘る覚えた。もう覚えちゃったね。もう覚えちゃいましたよ。ちょっと待ってくださいね。強さで、はい、穴掘り覚えましたね。ん？さあ、早速穴掘ってみますか。あ、ちょっと待ってね。ここ掘ってみます？中井さん。あ、いや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 。これ結局、ちょっと待ってね。ボレロと調べてみましょうか。ちょっと何もなかったらあまりにひどいな。ドラクエさん、うん、不思議なボレロ、不思議なボレロ、あ、不思議なボレロ、はい、なんだろう。あ、消費マジックパワーが2分の1プラス1になる。ほー、魔法使い向けか。あ、なるほどね。で、女神の指輪は、あ、消費マジックパワーがそうなんのね。女神、女神、あ、女神って言ってるね。女神の指輪、はい、賢さ33。あ、4歩ごとにマジックパワーが1回復。うん、微妙だな。あ、そうなのね。じゃあ穴掘りましょう。あ、道具じゃないね、呪文で。穴を掘って物を見つける。ほう、消費マジックパワーない、いらないじゃない。お、すごい。そうなの。ああ、
まあ見つかんないね。これは同じ場所でもいいのかな。いや、移動しないとダメなのかな。ああ見つかんない。あ、ひょっとしてダンジョンに1個ずつなのかな。あ、見つかんないね。ちょっと穴掘りも調べてみましょうか。よいしょ。あー、またヤナン来たね。もうこうなったら呪文で、バイキルトだね。で、中井さんもバイキルトを自分に。中井さんどうしようかな。中井さん殴ってみようか。穴掘りね。穴掘り。よいしょ。あ、死んでる。あ、ブレス2回か。あ、違うね。多分物理食らったのかな。ちょっと見てなかったんですいません。ザオリク行っちゃいましょう。中江さんどうしようかな。殴っとこう。あれ、ザオルク入れたよね。入れてまた死んだか。あ、つらいな。じゃあ先ルカニで落として殴ってみましょうかね。で、穴掘りね。穴掘り。画面を切り替えな、あ、穴掘りってそういうもんなのかな。どうしよう。とりあえず賢者。あ、倒しちゃうね。直撃食らうとまずいか。で、呪文で。ザオリク、これでいいんじゃない。やっつけてしまう。あ、しまったね。いや、私じゃなく、はいはい、あれが出てくれれば最高なんだけどね。はぐれメタルがね。中尾さんいないからね、パルポンってバンバンっていうわけにもいかないですね。これはね、王者の剣でいきましょう。で、たっ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 た、ベギラゴンで、で、中江さん。中江さん、じゃあね、マヒャートで行っちゃおう。暑くて寒いので行っちゃいましょうね。穴掘りというのは、あ、ゴールドも出てくるね。あ、で、種が、え？種集め？あ、種集まんの？あ、画面を切り替えるね。そうなのね。画面切り替えるだけでいいのかな。じゃあこっち切り替えて、道具じゃないね、呪文で、中井さん穴掘りね。あとなんか5回やるとどのこうのって書いてたね。あ、見つかんないね。あら、見つかんないわね。こう言って、あ、デーモンソードね。ベギラゴンだね。でもベギラゴンで行っちゃおう。あら、画面を切り替えるのは普通に切り替えるときダメなのね。あららららら、あら、参ったな。またお亡くなりになってる。仕方がないね。盾やっぱいるかな。あ、倒したまま。そっか、間に合わなかったか。
ザウリクね、中井さんつらいね。とりあえず一遍回復しましょうか。もうこうなったらパルプンテだ。パルプンテ、パルプンテで防御。なんとも言えない。あ、いいね、いい、いいですね。はい、中井さんレベル15ね。あ、結構上がったかな。よくよく考えると、だから中井さんは、あ、装備できるもんがないのか。ボレロは全然良くないんだよね。あー困ったな。水の羽、あ、ダメだったよね、水の羽衣もね。これはダメなのね。で、あ、そうだ、あら、あらら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 、ら、頭が冴える本ね。性格が変わる。これ一応袋言っておきましょうね。あれか、あら、あれがあったと思ったんだけどね。ああ、ぬいぐるみだ。渡す。ぬいぐるみの方が93しか上がんないか。そっか、ああ、そうね、それしかないわね。渡すで袋入れときましょう。マジックパワー回復するって指輪が言ってたけど、じゃあ指輪じゃなくて、女神の指輪じゃなくて、かといって、いいのがないね。あ、モヒカンの毛か。あー、金のくちばしね。モヒカンの毛の方がいいかな。守備力、3しか上がんないか。あ、いいか。いいでしょう。ちょっと在庫がね、あんまいいのなかったです。ああ、これめんどくさいな、本当に。で、呪文で、もう、バイキルト呪文で、バイキルトで、中井さん防御ね。いや、一体。おお、おお、あ、呪文じゃなくて、道具で賢者、で、防御だね。でも、かろうじて殴られても大丈夫か。道具、防御ね。あ、まあいいか。中井さん防御ね。ということは、これワンフロアで1個だけ穴掘りで出てくるというような感じだと思ったらいいのかな。で、どうもこの切り替えというのが階段系らしいですね。うわー、来たぞ。どうしようかな。片やパルプンって。で、中江さんはね、あ、そうだ、ああ、そっか、中井さんあれ持ってるもんね、いざ言うときは。中井、あ、中子さんがね、あの、杖ね。だから、中井さんドラゴラムで、防御にしようかな。4匹出てきたね。ああ、1匹ぐらい残らないかい？ああ、最低。幸せの靴盗んでました。ああ、はぐれメタルだからかな。で、これで、道具、あ、じゃなくて呪文で穴掘り。あ、見つからない。中井さん穴掘り見つからない。
あ、2ゴールドね。なんで見つかったら今度また切り替えてと。っていうことか。はい。え？ああ。まあ、そんなにバカンス感見つかったらなんかあれだもんね。あ、見つかんないね。ああ、なんかダメなのかな。あら、敵出てきちゃった。あ、ただね、もういい時間になってますね。ダーモンでね、ちょっと怖いな。もう早く終わらせちゃおう。ベギラゴンだね。最後はヨナズンで、中井さん一発いっとこう。あ、やっぱヨナズン強いね。一撃で一匹いっちゃった。はい。というわけで穴掘りというのはそういう感じでいろんなものが見つかるみたいですね。ではですね、非常に長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。パート136まで来ましたね。まあ本当にね、すごろく大変だったな。まあまあ、バラモスさんで買って、で、あれだね、ヤマタノオロチやり直しになったもんね。で、ゾウマさん、鬼畜ゾウマさんでえらいことになって、光の玉で、普通のゾウマさんにしてやっつけて、神竜で、神竜35ターンかっていうのと、あ、本物の卑弥呼さんがね、ジパングのすごろく城にいたんですよね。で、神竜に勝ったらすごろくを要求できるんですね。まああれ、親父生き返らしてもいいのかも分からんね。エッチな本読むのもいいのかも分かんないですけど、まあとりあえずやっぱ私のドラクエってスゴロクでしょと思ったんで、一応スゴロク選ばせていただきまして、スゴロクもなんとか無事完了できました。まあ130来るぐらいまでは正直思ってなかったんですけどね。100いかないと初め思ってましたからね。まあなんだかんだ言ってここまで、やってこれたものですね。見ていただいている、視聴者の方の皆さんのおかげだということですね。本当にありがとうございました。なんとか無事にね終われましたので、これにて、完了させていただきます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート136で完了いたしました。本当にどうもありがとうございました。アチェでした。